皆さん東北大学経済学部へようこそ今皆さんは東北大学経済学部で一番大きい第一講義室の教壇から見てもらってますこんにちは経済学部長の森です私は40年前にこの東北大学経済学部に入学し人生の大半を 共に過ごしてきましたその私が今日皆さんに東北大学経済学部の魅力をお伝えできることは大変嬉しく思います東北大学経済学部には魅力ある特色がたくさんありますが今日はそのいくつかを数字を使って紹介したいと思いますまず一番からタイム・ズハイアー・エデュケーションという世界でも 最も定評のあある大学ランキンキグがありますこの大学ランキングにおいて東北大学は2020年日本版において第1位に輝きましたとりわけ国際性と教育の成果が高く評価されましたその東北大学でとりわけ国際性に力を入れているのが経済学部ですすそれを表ののがこの数字です 昨年経済学部だけで88人の学生を派遣しました世界で外国語を学び異文化に触れそして世界最先端の研究に触れるそうした学生が88人1学年260人の定員を定員と比較しますといかにその割合が高いかが分かります。このの割合は東北大学の中でも 文系で第1位の高さになっていますさらに経済学部だけで昨年度は210人の留学生を海外から受け入れていますこの仙台で英語や中国語スペイン語ドイツ語が自然に飛び交うキャンパスにおいて国際視力豊かな学生生活を満喫することができます 第二の特色を表すのが、この数字です。東北大学経済学部には、ゼミナール。あるいは、ゼミという少人数の事業があります。そのゼミを担当する教員の数が、四十七人です。ということは、一学年あたり、一人当たりの教員が受け持つ。学生数は、五点五人という少なさです。 それぞれ違った興味や関心を持った学生に個人指導を含む密度の高いきめ細かい指導が週3時間10分にわたって行われます第3の特色を表す数字がこの数字です4プラス1 これは何でしょうか四年これは学部を表します一年これは修士課程を表します通常修士課程は二年かかりますが学部の時代から準備をすることによって一年で修士号を獲得することができますこの学部大学院一貫プログラムを経済学部は 4つ用意していますデータサイエンティストを養成するデータ科学日本学に基づく日本の経済と経営それから英語の授業を主体とする高度グローバル人材コースそして上級職の国家公務員試験に対応した高齢社会の地域公共経済政策の4プログラムです。 以上のように今日は東北大学経済学部の特色として3つ紹介をしました1つは国際性2つ目は少人数教育そして3つ目に学部教育と大学院教育の連携です今日のご紹介を1番で始めましたので100番で締めたいと思います 東北大学経済学部の歴史は、1922年、東北大学法文学部に経済学講座が開設された時まで遡ることができます。間もなく100年を迎えます。この100年の長い間に、おびただしい数の有能な人材を、東北大学経済学部は、経済界、行政へそして研究者として、 排出をしてきましたこうした先輩たちの功績が社会で高く評価されて経済学部生の就職状況は毎年良好なものになっていますこうしたたくさんの魅力がある東北大学経済学部へ皆さんのワクワクしたやる気を待っていますキャンパスでまた会いましょう